後藤元則は、安土桃山時代から、江戸時代初期の武将。通称は、太郎助、左門、沖。後藤元寺の嫡男。妻は、神東軍の講子、坂田光輝の娘。子に、正さ徳寺の次男と和目がいる。通説で同じく元寺の長子とされることもある一位と、同一人物とする説もあるが、佐太郎は、丹縄にある浄土州最強寺に母妃があり、 女王三年が没年となっていることや、後藤家の家父においても、徳川家の権威が晴れて、後藤政へ戻ることができたとあり、大阪の神保も生き延びていることが確認でき、その子らも微録ながら、徳川家の青山宗春に仕えていることなどから、別人であり、佐太郎は元則の,の下の兄弟である、可能性が高い。父と共に、慶長の役や関ヶ原の戦いに従軍。 活躍したという。慶長11年父が黒が長政の元から出奔した理由の一つとして、ことの詳細は、諸説あるが、元則が何らかの不始末を起こし、それについて元次が再三の謝名を願い出たが、長政が堅くなに拒否したのが原因とする説もある。出奔後、慶長16年に、境にて黒だけの捕爆隊に捕らえられるが、境奉行であった。 米熱正勝の手により奪還されもう年への預かりとなった。大阪夏の神保の源那二年、父の罪に連座する形で切腹を命じられた。黒岳からの出奔後、摂津国に陰性していたようで、この時期に大阪の中心部で乱暴老石を働いている武士に奉行所の役人が手も足も出ずにいたところ、この武士をたちまちのうちに二名切り捨てて名も告げずに去った。 不行所の者が後を追って、蘇生を聞いたが答えず、この話を聞いた、片桐勝本が自身でその家を訪ねたところ、後藤元寺の子であることを認めたため、勝本の庇護を受けて、井に邸宅を与えられた。勝本は再三に渡り黒だけに赦免を願い出たが、許されなかったという。ありがとうございます。